はい、やってきましたね。サイドオーダー。真っ白な世界、秩序の世界からタコがやってきました。なんか変なロボットもいるんですけども、これは新しい、ね、スプラトゥーンのあの第2弾、サイドストーリーというね、あの、追加コンテンツでできるという噂の、ゲームとなってるんですけど、まぁ、ちょっと、俺先に見たんだよ。先に見たんですけど、この、サンモナみたいに出てくる、魚倒していくんですよね。あの、ロボットの協力を、ね、一緒に、ロボットに多分なんか、指示されながらも、やっていくんですけど、で、誰か出てきます。セクシーなイカのお姉さんが出てくるんですけども、まあちょっと、仲間っぽいんだよね、これ見てると。しかも僕っていうから男の子の可能性もある。それはないか。それはないか。でちょっとね、まだわかんないんですけど、俺の中ではミッションをクリアしていくタイプ？今回もミッションタイプだと思うんですよね、ストーリーというよりかは。スプラ2のエキスパンションみたいな感じで、いろいろカスタマイズもできるので、自分が好きなように戦えると思います。次の追加コンテンツはもう、これなので。もうすごい。かっこいいね。かっこいい。いや、楽しみですね。まぁ、ちょっとなんかロボットの世界にいるような感じがします。もしかしてさっきのロボットは、バンカラで言う小ジャケみたいな扱いなんでしょうね。まあ、バンカラは小ジャケだったけど。皆さん、あ、こんにちは。こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます、高橋です。最初にご覧いただいたのは、スプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台なんかね、プレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で、繰り返し秩序の世界もやってみたかったし、一人用のゲームモードとして開発を進めています。一人用ですよ皆さん、一人用。配信時期は2024年の春以降を予定していますので、はい、ということで2024年の春に出るみたいなんで、最初冬だと思ってたんですよ。冬っぽかったけど春です。春なのです。